パリピ孔明見てきました。貫類いいものを教えてくださってありがとうございます。そうなんですよ。パリピ孔明ね、やっぱりいいんですよね。で、良さっていうのがそうくだらないからいいっていうふうに僕は前回のあのゼミで話したんですけども、本当にね、その後また新作も見たんですけど、やっぱくだらないんですよね。お話自体くだらなくて、その無責任な世界観と、あとその音楽のグルーヴ感っていうんですかね、なんか乗ってる感じがですね、ちょうどこうなんか生きるか死ぬかの中で暮らしていた諸葛孔明がですね、現代の日本に現れて、でまあどうでもいいことを真剣にやるっていうと、だからここら辺のノリの楽しさですよね。なんかノリのいいアニメって何年に1回か現れますよね。おそ松さんとかポプテピピックとか、だからパリピ孔明っていうのは僕はもうそういうのの一環というかですね、サラ三昧を不真面目に作った感じみたいな感じで捉えててですね、すごい好きなんですけども、楽しんでもらえるってよかったと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。